今回はジオン様からいただきました戦型の書をね、いろんなキャラに使っていこうと思います。で、いただいた状況がこんな感じで、あ、ちなみに私のステッキとかの状況はこんな感じで、まあ、最近は重心化回ばっかだから、そんなになんかステッキもそうだし戦型の書とかも使わなくなっちゃったから結構余ってる状況ね。これ次のコラボ来たら割とガンと使えるわ。で、パワー2個、スピード1個、砲撃1個、なんか微妙にやっぱバランスが一番欲しいんだけど、結局なんかパワーばっかになっちゃってる。ちなみにサブ機とかの状況はこんな感じね。確か10日ぐらいできたはずだから、平均するとだいたい出る確率 50% ぐらいはあったのかな、シャア専用ボックスなんで。まあいろんなキャラにつけていこうと思うんですけど、ぶっちゃけパワーは前回いろんなキャラチェンソーマンコラボの時にめちゃめちゃにつけたから、そんなつけてえキャラがねいなかったはずなんですよね。そうだね。ニュートンアルファも結局ちゃんとついてるキャラが一体いる。ビレディだって確かランダだからそこまで使う必要ないのよな。別に、そうね、つけたところででしょ。ハービセルも、運極作っても多分このキャラね、使うとしたら、いや、運枠じゃなくて、天魔だけど、いや、天魔で使うんだったら一体でいいからこの端末でやりとうないのよな。そう考えると、まともなキャラいないんすよね。いやー、ま、もう新しいキャラにとりあえずつけるか、2個分でしょ?そうね。一撃でっかい、そう、そもそも別にワンパン動画で今まで出たことないのと、絶対ワンパンで使うんだったら同族過激なんだよな。わざわざ、使う必要ないのよね。どうすっかなー。一応ここに、レディビアもいるけど、爆発防スピアップで、使う可能性あるかな?いや、使わないかな?刺さった時に多分、ワープ減速壁だったら他になんかいるでしょ?まあ、プルケにするか。一応確かこのキャラ、リコルの相方として使えるはずなんですよね。あとは一応刺さったら、アップポジションキラー M とカウンターキラーで3倍殴りとかもできるようになってるから、まあ、SS の自強化も確かこれ減速率が下がらない仕様になってたはずなんで、まあ、役に立つかな。っていうか、他にまともなキャラいねえもん。ちょっと、プルケ以外に。いや、いないよね。なんか、スライドさせて、なんかパワー型でいたっけ?いや、さっきファウストいたからな。ファウストにはもう使っちゃってるから、鬼丸にも使ってるし、で、ライブアルファはこのキャラ反射で使わないから、反射で使うのは、私こっちは、なんだっけ、粉線使ってるから、そんなにパワー型にする必要ないのよな、このキャラ。どうすっかな?なんか他にいる?ルイス・フロイスも結局、そうよね。アーキレットいらないから、まあ、私の趣味で、ヌボコにするかな。一応、いやでも、コラボで使わねえしな。なんかコラボで、ちょっとパッと出てきそうな面白キャラに、それだったら、なんか、あげたいような気がするな。なんかいるっけ?コラボキャラで面白そうなやつ。コラボのパワーで、コラボのパワーで、いねえ。コラボも最近そういえばパワーというものを見かけた記憶ないな。もういいや、適当で。まあ、しょうがないからハービセルにするから絶対使わないけどな、ハービセル。運枠で使う気しないけど、でも他になんか、つけたいパワー型いねえもん。どうすかな?これで、運極作ったら、これをサブ機に上げて、まあ、マソとハービセル編成でやっていくみたいな感じになるかな。じゃあ次、スピード型。なんかいるかな?一応強化はね、解放してないんですけど、これね、結局、ワンパン動画とか撮るときに、超スピードがデメリットになる可能性っていうのもめちゃめちゃにあるんですよね。まあ、ミカサとか使ってたらわかる人も結構いるかな。なので、あんまり強化はね、よっぽど高難易度で悟ったら別だけど、今のとこはそんなにやりとうないで、キラは、まあ、事前につけました。で、確かね、風雷は進化というか、砲撃型の方が確かしっかり解放されてたんで、わざわざこっちも解放する必要がなかったはずなんですよね。ピニャコラーダか。ピニャコラーダどうだっけ、性能。重力ワープ魔法陣。なんとかなりそう。普通に。持ってな、なんか刺さっても別のキャラで割となんとかなりそう感がすごい。なんとかなるかな?でも、で、バビロンも、解放してないですけど、バビロンも結局ね、天魔10ではちゃんと鍛えたバビロンが他にいるから、そこまでなんですよね。やるとしたら、エミリアルファが割とありかな。そうね、アビスは、あれ、アビスどうだっけ?いや、クシャンティ終わったアビスだから、そこまでもう、用はないかな。そうなると、
そうね、エミリアアルファが結構ありそうな気がする。そうだな、リゲルもまだそんなに、いや、リゲルもいらねえや。いや、そんな感じになってるね。いやー、どうだろう。今、ちょっと待って、これの時間が11時半だから、ちょっとそろそろ、キープガチャの動画、あれなんですよね。キープガチャがやらなきゃいけないから、ちょっとパパッと決めちゃわないとやばいな。そうね、やっぱ、いやー、京子か、エミリアアルファだったら、まあ、さっきも言った理由で、エミリアアルファでいいかな。こっち強くしたら、そうね。またなんか普通に使えるキャラになってるから、なんか、いや、行き止まり若干終わった感があるけど、いや、どうだろう、終わってねえかな。ダミオ原則だから、いや、でも、ダミオワープ原則で、結局ね、後からなんかクエストを使うときに、ただの原則しかない状況って結構後からな強いキャラ作りやすいんですよね。だから、ダミオワープ原則3つ同時に求められた時に、エミリアが刺さるけど、超原則じゃないから、後からやってくるキャラが、なんか、超原則を持ってて速度速くてすごいね、みたいな感じの、接待ワンチャン来ねえかなって思ってるんだよな。で、砲撃型は、でも、ダヤクモとかにもつけたし、しまったー。血早いたー。こいつ。パワー型にしときゃよかった。失敗した。なんか私昔選挙のつける動画でこんなこと言ってた気がする。千早はパワーにすればよかったみたいな。反省してない。どうすっかな。いや、空城ジョリーンも重心化回避しそうなのよな、今年。だからなんか無駄になりそうで怖い。で、ジャック・ザ・リッパーは確かスピード型に変形させたやつ持ってたはずだから、そうね。持ってるわ。なので、これは興味ない。無難なのはやっぱテセウスかな。テセウスつけるのは割とありそうなんですけど、どうだろう、他になんかいいキャラいなかったらテセウスにしようかな。でもテセウス多分動画で使うできればなんかコラボでちょこちょこ使いそうな面白キャラをやっぱ戦型の書解放したい感あるんだよね。サボとか、サボにしようかな。サボにするか、そうね、一応ね、砲撃型も SS のターン溜まるのが1ターン早くなる。砂時計使うと4ターンに変わるっていう、地味だけど使える利点があるから、やるんだったらそこ目的で使いたいよね。いや、1体ぐらい多分、サブ機で解放してもいいけど、メインでテセウス1体ぐらい解放しなくても、まあ、なんとかなるっしょ。で、そんなわけで、私の選ぶ戦型の書のキャラは、いや、君は違います。決めました。やっぱサボかな。いや、そうじゃないと。いや。思ったボイスと違った。エースが許さねえって言うてボイスだと思ったけど。ま、エースも許してくんないからね、戦型の人解放しないと。なので、エースも解放してるから、サボも解放して、ルフィも解放しましたと。そんな感じになってるね。ま、でもこれ多分、私、ま、いろいろサブ機で解放してるからやってるけど、これやっぱり、1端末しか持ってねえ人にとってはめちゃくちゃ多分使えるやつなんだろうな。ネオもできたり、ヤクモもできたり、バランスの人だったら、天まで使えたり、なんかいろんなキャラいるし、そうね、かなり、やっぱこれがあって役に立ってるみたいな人もいるかもしれないかな。ちょっと1体ぐらいなんか誰か解放できるキャラいるかな。バランス型でなんか使えるキャラ1体ぐらい、ちょっと解放したいなという気もあるんすよね。ちょっとなんか1体解放して終わろうかな。じゃあバランス型の星6ガチャゲンで、なんか使えるキャラが、なんかいねえかな。あと重心化のキャラか。はい。なんかこれも一体解放して終わろうかな。ミカエルやってる。バランスも前回もらってないから、結構バランスの解放してないキャラっているはずなんだけどな。チェーンソーマンをやった。アミダもやった。ジョータロウはまあ一体やってるから、まあしなくてええかな。コラボのキャラでなんか面白キャラいるかな。そのバランス解放することで面白くなりそうなやつ。ちょっと上の方にもう一回戻って、あ、普通にユニコーンでいいかな。そうね、即必殺ユニコーンで、ある程度数を揃えておきたいという気持ちもあるから、そうね、K 解放したところである。そうよね、で、グレイもありだな。グレイ、フェアリーテイルコラボ多分もう来ねえっしょ。あ、じゃあ、過激持ってないからいいや。過激持ってねえから多分いらんっしょ。そしたら、そうね、コラボ面白キャラ的なの、いやー、SAO はな、SAO は多分もう一回ぐらい来て重心化回避しそうなんですよね。だから、やんない。それ考えると、そうね。やっぱ、ユニコーンかな。はい。じゃ、これで、ちょっと、まあ、実質全端末1個ずつつけましたみたいな感じで、
や多分コラボも来るけど、これからまた千景の書解放できるから、まあ11個もあるし、他の端末も似たような数だから、まあなんとかなるでしょ。コネ書はまあまだつけないけど、そんなに多分つけたいキャラ今んとこ、まあミカエルとか結構ありかなと思わなくない？プルメリアとかやる人はいそうね。4個とかだからあれなんですけど、まあでもこれからルシファーとか獣神化してきたら全員につけなきゃあかんから、いやその時に多分取っといてよかったって思うことやってくると思うんですよね。なんで今はまだ取っときます。だって終わります。ごきげんよう。